日産、ブルーステージ日産、ブルーステージは過去に存在した日産自動車の国内販売会社網の区分けの一つ。1999年4月から始まった日産販売店網の再編により、それまでの日産店、モーター店の販売ラインナップを統一させたことにより誕生した。ただし、モーター店が存在しなかった地域ではそれ以前から同じ地域の日産店が モーター店取扱車種を扱っていた。なお、1988年以降日産店が存在しなかった山梨県では、買いの日産モーターが日産店取扱車種を扱っていた。ロゴマークの色は青で、空と水をイメージした波形のパターンを配したデザインとなっている。販売ラインナップの統配合により、販売会社の再編が進み、ブルーステージ同士や、 レッドステージとの合併が顕著。2007年以降、レッド、ブルーの色分けを廃止した。太字の車種は、2021年現在も、日産全店で販売されている。かつて存在した販売会社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 。 ありがとうございます。